おはようございます、アーロンバックスです。おはようございます、もみさんです。11月23日木曜日、現在の時刻は8時ぐらいですね。今日はめちゃめちゃ晴れておりますが、これから、千味四季桜の外に向かいたいと思います。まあ多分もうほぼ満開、もう超えとるんかな、満開過ぎてるぐらいかもしれないですが、まあ比較的まだ暖かいタイミングで、今日行けるんで、楽しんでこようかなと思っております。はい、というわけで気をつけて行ってきます。行ってきます。堀口大根が育っております。めちゃめちゃ育っております。正月用やろうな。うん、もうすぐ収穫して、漬け込まんと、うん、どのぐらい出来上がるまでに時間かかるんか知らんけど、うん、ほぼ全部の旗入っとるもんな、ね、うん、もういいぐらいな感じ、うん、まあでも別に森口漬けって古漬けじゃないでしょう。そう、かす漬け、うん、だからそんなには時間かからんのよね、うんうん、紅葉と桜の共演が見れるかな。紅葉がもうひょっとすると間に合わんかったかもしれんけど、そうだね、うん、結構寒いであっちの方、うん、でも結構満開に近い感じの写真がネットに上がってきとるでさ、うんうんうん、桜はもうねいい感じだよね、うん、桜は本当に今満開か、うん、もうピークちょい過ぎぐらいかもしれんけど、直近あったかい、うん、それは電熱チョッキやもん、それ。でも去年まではさ、うん、トレーナーの上に着てたせいかあんまり感じられへんかったけど、うん、下に着ないからね。そうそう、下着の上ぐらいでちょうどいいんだ、うん、それ、うん。そうすると一回温まるとさ、うん、その上に服着とればあんまり暖かいのも逃げてかへんしさ、うん、もうちょっとバッテリーの持ちがいいといいんだけどさ、1日走ろうと思うと確実にバッテリー2個はないと厳しいでさ、結構重たいもんね、これで、うん、重たいね、うん、帰り時間があったらここを寄ろうかなと思って。ここ何？カフェ。ああ、カフェだ。うん、カフェになったの、ちょっと前に。そうだよね、前なんか、うん、前なんかようわからん会社やったでしょ。そう、うん、ちょっと前、今年だと思うけどな、うん、カフェになった。骨董品屋とかのないイメージだったけど、骨董品屋さんっていうイメージじゃなかった。あ、そうやったっけ、うん、リサイクルショップとかさ、うん、なんか得体の試練感じやったよね、うんうん、結局今年何回乗った？3回、うん、3回しか乗ってないっけ、うんうん、あ、そっか、焼肉したのと、うん、前にもどっか行ったの、うん、今日か、あーと、あれ、あと、春も何回か乗ってたよね。3回じゃないな、うん、そうね、養老の滝行ったやつあるでしょ、うん、パンケーキ食べたやつ、うんうん、で、1回は焼肉やりに行ったけど、あれはボツになったで、うんうん、インカムが調子悪かったでさ、ね、で、今日で3回目やで、うん、春にも行っとるよね、うん、どっか、うん、まあでもそんなもんか、うん、1、2回か5回かな、うん、ここら辺綺麗やな、めちゃめちゃ綺麗、うん、ちょうどいいぐらいにあのグラデーションになっとって、うん、もうはい、なんか渋滞しとる、はい、もはや気がしから、うん、今日は暖かい予報やで、みんなあっちゃこっちゃ観光に行っとるやろか、はい、うん、高欄系とかすごいことになってるよね。ああ、そうです、最後だから、うん、だいぶ渋滞対策で駐車場増やしたらしいでさ、うん、まあ昔みたいなひどい渋滞にはならんっぽいけどね、うん、でもなるよね絶対。まあまあまあ30分は覚悟しとかなあかんないかな、うんうん、まあでももみさんは今年はこれで乗り納めだね、多分乗り納めです。今度の日曜日の行きたいけどな。でも最高14度とか言ってとったけどな。あ、
マノ？あ、じゃないか。対馬の。まあ、そこなら近いから。あ、でもオープン時間に合わせていくと結構朝が寒いでさ。多分今日より寒いと思うので。明智町北を左方向です。だからもう。足は寒くない？うん、足はあの、はい、ちゃんとスパッツ、ヒートテックのスパッツと、二重ソックスしてあるから、大丈夫？大丈夫。まあ、日曜日方向です。風がなかったら行こうか。バイクで。500メートル先、斜め右方向です。結構イチョウってちょこちょこあるんだな。ちょこちょこ。銀杏取れるから。ほんでかな。どうだろう。でもさ、一本だけ生えとるやつは取れんじゃん。そうだね。オスメスないといかんでさ。なんで植えたんやろな。右方向です。続いて目的地です。もうあれタイルミュージアムとこだ。そうそう、久しぶりだ。目的地に到着しました。お疲れ様でした。記念撮影してくる。モザイクタイルミュージアムでした。ちょっと写真だけ撮らせてもらったけど、キロメートル道なりです。タイルのいろいろ量り売りがあって、なんか3回ぐらい行ったっけ。なんかね、まあ、子供連れて行くにはいい感じやね。あのタイル細工の教室とかあるしさ。めちゃめちゃ綺麗。今日なんかまともに日差しに向かって走っとる感じやもんでさ、そうだね、すんげー見づらいんやけど、でもこの逆光が逆に綺麗だよね、紅葉は。めちゃめちゃ綺麗やな、ね、なんとなくちょっともやっと、もやーっとしとるでさ、余計なんか綺麗だわ。これ朝露で濡れとるんやろうか。だと思うけど。雨降ってないよね。あ、でも一応明け方雨降る予報だったから。あ、そうなんだ。東海地方ね。じゃあ降ったんかな。そしたら山の方が降ったんかなっていうか。濡れてるから。朝露にしてはちょっと濡れとるような気はするけど。400メートル先、左方向です。めちゃくちゃ前が見づらい。さあ、どれぐらい咲いとるかな、この道、途中からめちゃめちゃ咲いとるもんな。あっちこっちに。ススキがええ具合やね、なんか。クマが出てきそう。ああ、出てくるんじゃねえ、クマは。から、めっちゃやばいよな今年。でもね、結構出てきとるね。もうちょっと北の方じゃないとクマおらんかと思ったらそうでもないみたいもんな。北でも結構出てるから。咲いてる。あ、ここここね、いいね。いいとこやな、ここ。めっちゃ綺麗に咲いてる。このカーブのとこだよね。
綺麗。ね、モミジも一緒に。うん。そこいいよね。うん。モミジもあったんだ。ね、真っ赤じゃん。うん、真っ赤。あ、めっちゃ綺麗や。ね、桜も満開ぐらいで、うん、ちょうどいいぐらいな、ね、うんうん、もみじ満開、満開じゃねえよ、真っ赤で、真っ赤で、春の満開の時も同じぐらい咲くんやろか。ねえねえ、なんだかんだ言って春はいつも来れないね、うん、だって時間ねえもん、ね、そうよね、他の桜の方が綺麗だからね、絶対。そうそう、桜より四季桜花がちっちゃいからさ、そうそうそう、ね、やっぱ地味じゃんね、うん、色も薄いしね、うん、ここだいたい満開になる、うん、ちょっと日陰になっちゃってる、うん、でもまだかな、まだまだだね、寒いから、うん、と 300m 先、うん、左方向です。四季桜の里もまだ満開になってるのかな、ひょっとしたら。どうなんだろう、結構でもあそこは割と日当たりがいいから、うん、左方向です。続いて左方向です。うん、ここいっぱいあるよ、ね、いつも寄るとこね、左方向です。続いて右方向です。そこの山に結構咲いてるみたいなんですけど、この山ね、いつも取れたね、およそ 100m 先左方向です。そうだね、まだ満開まで行ってないのかな、うん、とりあえずここで写真撮る。葉っぱ出てきとるんだな、桜。そう、うん、出てきてるから、うん、まあ、出てきてるわ、なところからね、うん、まだ春じゃないで葉っぱ出てこんのかと思ったら出てきてるやつは出てきとるな、うんうん、今年暖かいでか、暖かいでか、うん、と 400m 先、下荷諸屋を左方向です。100メートル道なりです。目的地は右側です。お疲れ様でした。はい。大規模はいっぱいあるけど。うん、とりあえず置いてバックで食べる。
かいい色してたね。手前に桜がないでか、手前がでかすぎるね。なんか多分ね、もっと奥の桜見えたもん。あの張り出したやつが邪魔しとるな。